今日は鯛をさばきます。めでたいから。うおー、すごい。すごいいい鯛かも。さっき前髪に色こついてました。ねえ、やだ、言ってよ。あ、ねえ、どうしよう。どうも、芹沢優でーす。今日は空企画、空で今日は鯛をさばきます。めでたいから。アイリスが10周年でめでたいから鯛をさばきます。で、マネージャーん家に来てますマネージャー自宅でさばいていきます。イエーイ。それじゃあ早速いいですか。一旦 見ときます。本日の鯛ちょっとあまり素手でさばると危ないねなんで笑ってるんですか。立派ですね。立派ですね。意外といい感じの、でもそんなに、まあちょっといいスーパーなら売ってんじゃねぐらいの鯛ですじゃあ今日はこれをさばいていきます。イエーイ。あれ、でも鱗取られてる。あ、全然取られてないわ。うわ、飛びゅー。これマネージャーっち大丈夫かな。はい、鱗飛びまくってるけど全然大丈夫だよ、大丈夫だけど、あちこちに超鱗飛んでる。マジでない。なんか自分の家でさばくときはね、鱗は取ってもらっちゃうことが多いんですよ。魚はあれですよ、目がキラキラしてて顔がちっちゃくて体が大きいのがあれなんですよ。いい魚、いい魚っていうか状態のいい子。そしたらさばいていきます。ほら、あ、骨が。結構ガタガタ。いや、ちょっと待って、これさ、私ね、机のさ、あれよ机じゃん、これもう絶対。これ机があれなんじゃん。うわうわー、すごい。すごいいい鯛かも。なんかすっごい脂乗ってる。すっごい美味しい鯛かも。このね、ここの血合いのとこに傷をつけまして、この中をこれです。こいつでカキカキしていきます。今までどんなお刺身を。え、結構やってきましたよ。あのね、石餅とか鯛のお刺身も多分あるし、え、結構いろいろさばいてきましたよ。私のツイッター見てくださいツイッター芹沢水産で見てください。よし、水気を取ったら、これ邪魔だな。3枚におろしていきます。邪魔とか言って言うの、ライブタオルだった。ほんとごめんなさい、芹沢優好きな人がいるだけでDVD 発売中です、よろしくじゃあ3枚におろしていきます。あんまりゴキゴキしない方がいいんだよ、魚は。したらこっちも。めっちゃ鱗残ってた。めっちゃ鱗残ってた。多分もう取れたんですけど、さっき前髪に鱗ついてました。ねえ、やだ、言ってよ。え、もうなくなっちゃった。なくなっちゃった？さっき鱗に前髪ついてたって。結局だって。恥ずかしい。鱗に前髪ついてたら面白いですね。鱗。鱗前髪ついてた。こういう状態。めちゃくちゃ可愛いじゃん。タイはですね、セバンちゃんがあれなんだよね、ちょっと盛り上がってるんだよね。おいしょ、あ、あ、でも、おいしょ。上の身焼けました。あとはこれを、ガッ、ガッ。骨が硬いねん、ここ。タイのね、ここが硬いねん。なんか机こういう時はですね、キッチンペーパーを、キッチンペーパーで持てば滑らないんです。1枚目できました。ほら、わりかし綺麗でしょ。よいしょ。で、2枚目も取ります。もうさっきとやることは同じ。1枚ビーってこうひとたちで取ったら、背骨を感じながら奥までグッと行き、タイはこの骨が盛り上がってるから、その盛り、ほら、このカリカリカリって聞こえます？これ背骨を端っこでついてる音ですね。お、来たかも。2枚目も取れました。てんてれー。
続いて腹骨をすいていきます。腹がね、一番でも脂が乗ってて美味しいので、できるだけ少なく済むように、この辺切っちゃいましょう。中骨がですね、この真ん中のここに入ってて、お刺身にするので、今日はこっちが、よいしょ、はい、で、これはこのままでやって、こっちに多分骨が全部残ってるので、切って骨はないかなって確かめて、大丈夫そうなので、そしたらもう刺身に向かっていっちゃうか。皮を引くときは手が滑るので、キッチンペーパーを、よいしょ、いけそうですね。うわ、ここが一番ね、ちょっとキモ。あー、さあ、あ、上手に皮引き、あ、ちょっと残ってるけど、変に皮が残ることなく無事に皮を引くことができました。これどれぐらい魚をさばくの経験すると、これ感じ？え、でも私最初は全然上手じゃなかったよ。でもなんか暇な時にやってたら、わりかしやれるようになりましたけど、え、ちょっと分厚すぎるかな、食べ応えすごいかも、まいった。はい、これで背中の身ができたので、次はさっきやった腹、こっちは薄い魚のお刺身にします。ちぎっちゃった皮、皮引くのが一番難しいし、なんか多分鮮度の良くないお魚だとですね、皮が全然うまく引けなかったりする。難しいですね。いや、そう、一回ちぎっちゃうと無理なんだよね。なんか身を残して、包丁も皮を切らない程度に立てながら、そう。でも本当はこれ真っ赤のさ、銀が全くつかなかったじゃない、ついてもいいんだよ、銀がつくのはいいんだけど、薄いお刺身にすればいけるはず。てかまだ半身あるしね、こう最後に、ね、皮の部分を、ね、包丁立てるんですね。よし、はい、薄いカットできました。結構ね、本当に一時期気晴らしだったね。よいしょ、本当にそんなにね、習わなくても YouTube めちゃくちゃ見てたら絶対できるな。力強く引っ張りながら、あ、で、こうなんじゃない、ちょっと重くない、重くないけど、さっきよりなんかキラキラが出たかもしれない。タイのお刺身できました。じゃあちょっとマネージャーに食べていただきましょう。それでは作ったのでギャルマネにギャルマネに食べていただきたいと思います。すごい、できました。いいんですか、どうぞ食べてください。先にいただいていいですか。うん、どっからコロコロしたのは1個つでいいし、薄いのはね、多分2枚3枚一気にガションしていく。じゃあコロコロした方から、コロコロした方どうぞ。最初にさばいてた方ですね。そうです、いただきます。やばいやばいやばい、なるほど、まあ、めっちゃ美味しい。いや、さっき、はい、でかすぎたかもって言ってた。売ってた、え、全然いける。あ、ちょうどいい、ちょうどいい。まあ、ちょっと味に関してはご本人のポテンシャルって感じになってくるんですよ。うまいうまいうまい。ほんと、まあでも美味しいタイだったからね、きっとね。じゃあ私も食べます。いただきます。すごっ。うわ、美味しいタイなら美味しいんだよ。いただきます。うん、美味しいタイだ。美味しい。美味しいタイでした。旨味がクッてくるのかって。じゃあ2枚がしっといきます。どうぞ。てかね、骨とか全然残ってないし、当たり前なのかもしれないですけど、私からしたら絶対できないから。よかったです。すごい。いきます。あ、うまい。よかった。本当に美味しい。お店で出てくるやつです、これ。
よかったよかったよかったです。無事に完成してよかったです。あのビラいただいてやばいな本当に。よいしょ。あーあ待って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 、あ2枚、あいい感じに2枚取れました。よし2枚です。いただきます。うん、味は同じなのよ美味しい。でも美味しいタイでした。すごい、都内の市場で買ったんだっけ。そうですそうです。ちゃんとあるんですよ都内の市場にも美味しいタイ。うん、マジで、うん、今日もう解禁して、うん、焼酎飲みたくなっちゃう。飲みたくなっちゃうね。美味しい。米も欲しい。多分米も食べれるくらい味の濃い美味しいタイでした。よさすが。ごちそうさまです。いえどうぞ。3段階で全部美味しくいただきます。これバーベキューについて2段目ですけど、うん、次なんか、まあ、捌くじゃなくても、うん、他になんかやりたい料理とかありますか。あ、ラーメンとか作ってみたい。そもそも自分家にはさ、寸胴がないわけ。寸胴がこれでっかい鍋、あれでなんか骨とかさ、鶏丸々1匹とかさ、その美味しいものをぶち込んでラーメンの汁を作るのとか、あとあれやりたい、あれカンジャンケジャン作りたい。カンジャンケジャン、わかります？カンジャンケジャン。カンジャンケジャンさん、生の生きてるワタリガニをそのケジャンのタレに入れて3日間ぐらいその壺の中で、身がまだ生きてはいないんですけど生のまま漬けることによってめちゃくちゃ美味しいカニになるっていう韓国料理です。ケジャン期間3日間長いか、タレがめっちゃ面白いんだよ。リンゴとか梨とかこうなんかね、いっぱい入ってるの材料が。その中にカニをぶち込む。絶対美味しいと思って。そんなわけで魚さばいてみました。またソロ企画があったら皆さんぜひ見てください。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それじゃあまたね。バイチューチュー。